少々腕がなまっているようです。ブラッドボーン新しい要素、聖杯ダンジョンについてご紹介します。聖杯ダンジョンはブラッドボーンの10以上あるマップの一つ、ヤーナムの地下に幾層にもわたって広がる地下遺跡のことです。いわゆるローグライクゲーム、生成ダンジョンを思い浮かべてもらえると近しいかもしれません。この地下遺跡はそれにまみえる人によってその姿を変えるという特性があります。本日はダンジョンの実機プレイを見ていただきながら、その変化するダンジョン、
聖杯ダンジョンがどのようなものになるのか。少し時間がかかるかもしれませんね。当然でしょう。私をこんな目に遭わせた二人のサイヤ人を抹殺しなければ。復讐ですか？
上あるマップの一つ、ヤーナムの地下に幾層にもわたって広がる生成ダンジョンを思い浮かべてもらえると近しいかもしれません。カエルという特性があります。